本郷選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ショートいい流れからこのフリーに入ったと思うんですが、どうでしたか？少し緊張もあったんですけど、でも大きなミスはなく滑り終えることができて、少しホッとはしました。自分の中で力は出し切れました？今回のフリーは回転不足がすごくあったのと、スピンもステップもレベルを落としてしまったので、たくさん課題が見つかりました。フリーにいろんな思い込めたと思いますが、フリーの演技自体どうでしたか？踊りの部分だったり、そういう練習してきたところはちゃんと出せたかなと思うんですけど、やっぱりそのジャンプで の小さなミスと回転不足とかがあると点がなかなか伸びないので、そういうところをしっかりまた練習しないといけないなと思いました。このカナダ大会の経験を次中国大会どのようにつなげていきますか？とりあえずショートフリー大きなミスなくできたのは少し自信になったと思うので、中国大会に向けてまたもっといい演技ができるように頑張りたいです。お疲れ様でした。ありがとうございました。本郷選手でした。